ジープラングラーは44の4輪駆動車でローレンジギアボックスを搭載し、ドライバーがローレンジとハイレンジのギアを選択できるようになっている。ヘイズ WHDX70 から176、6トラクターヘッズの88トラクター部、全輪駆動車、または送輪駆動車は、すべての車輪へ動力を提供することができる動力伝達機構を持つ車両である。 最も一般的な前輪駆動の形式は、である。車は、パートタイム前輪駆動か常時前輪駆動のいずれかとなる。特に北米では、数十年前から、オードという故障が使われており、4X4 や 4WD とは区別して、常時駆動、前後のドライブシャフト間の作動装置、アクティブなトルク伝達の管理などを行う、駆動システムを搭載した車を指すようになり、 特に ABS の登場後はその傾向が強くなっている。しかし、オードや全輪駆動という故障は、この傾向よりもずっと前から存在しており、アソシエーテッドエクイップメントカンパニーは1929年に、アメリカの先駆者である、フォーホイール、ドライブオートカンパニーの英国主会社と共同で、オードトラックを製造していた。さらに、 ゼネラルモーターズは1930年代後半に早くも全輪駆動としてのラインを製造し始めた。なお、北米以外ではこのような用語の使い分けは一般的ではない。日本の自動車メーカーではスバルが自社の4輪駆動システムをオードとイスズ自動車は44駆動を含めて双輪駆動と呼んでいる。ありがとうございます。